enchanté. Okay, I'm back. Welcome back. I'm the makeup artist in New York. This is Kento. So, New York でメイクアップアーティストやってます。Kentoです。よろしくお願いします。今日は I got a beautiful girl and cute Jade here. Hi, I'm Jade.Thank you very much for coming. Thank you. I'm gonna put the her Instagram down below. You guys have to check. So today we're gonna do cat's makeup. Are you excited? I'm gonna make a very beautiful cat's makeup. じゃあ今日はね、そう、キャッツメイクアップをやっていくんですが、挑戦感じゃないじゃないですか。普通のメイクになってくる。普通って言ったらあれですけど、いつもね、クリエイティブメイクやってるところを、今日はアディクション縛りで自分にどんどん負荷かけていこうかなと思います。追い込みますね。Let's photogenic!今日はね、普段あんまスキンケアとかもうベースも終わった状態でやるんですけど、今日はアディクションの僕がよく使ってるベースを紹介しながら、キュートでヤングなスキンをもっとグローイングにさせていきたいと思います。 So I'm gonna need the addiction for the base makeup to make your skin more like dewy and more like beautiful. おしゃれ、パッケージがおしゃれ。 OK、 じゃあここで使っていきますね。はい、まずここしっかりとこの、ね、メイクする時って自分もじゃあ自分が綺麗になっていくみたいな、そういう風な動きも大切なんです。綺麗にしていくっていう動きとかね、優しくしっかり練り込んでいく。このベースはすごいお肌もちょっとワントーン明るくなるような感じで、ほら分かる、もうこれだけできましょう。うわ、ほんまや。そうだからしっかりと伸ばしていきます。 OK？ でも次はアディクションのこのファンデーション、これ手でもいいんですけど、はい、なんでブラシを使うかっていうと、お肌に対して、はい、しっかりと塗っていきたいからブラシを使います。で、本当にしっかりと毛穴まで入れたいときはスポンジとかで叩くのがいいんですけど、はい、そこまでしちゃうと重たくなっちゃうかなと思うんで、僕はブラシ使っています。OK、どうでしょうか。めちゃくちゃツヤやじゃないですか。はい、今日はアディクションカラーのこのアイシャドウ、YouTuber っぽい。今度10秒メイクとかやってみようよ。丸山礼さんやっとったやつみたいな。僕メイク早いの自信あるから。どう？今日お見舞い？どうか？で、ここから今日のポイント、キャッツアイやっていきたいと思います。We're gonna do cat's eye from here. Are you excited? Yeah. OK。アディクションのアイライナー今回使うんですけど、はい。これもめちゃくちゃ伸びと柔らかさが良くて、すごい僕は好きですね。で、ここで一回ね、最後にフィニッシュ入れる前にぼかしながら一回作らせてください。はい。キャッツアイはちょっと斜めにね、目を引っ張った状態でこう上に上げていくイメージ。はい。そしたらこの斜めのところから一緒に目の下。そこ大事ですよね。角度で全然印象が変わるので。勉強しましたね。まさか。いや、もうケンさんに教えてもらって、さすがですね、僕も学んでます今。で、普段だったらこれぐらいで、日本アジア人の子で外で使うようなメイクだったらこれぐらいでいいかもね。はい。正直。ここら辺ぐらいまでいいけど、今日はがっつりキャッツメイクなんで、はい、まだまだ引いてます。で、塗った時ね、もしかしたらアディクションの人からいいお話が来るかもしれないですね。それありがたいですね。待っときますね。え、アディクション話聞きますかね、キャナクさーん。今アディクションのビューティーダイレクターが、はい、僕の姉弟子なんですよ。ニューヨークでお世話になった。すげえ。その人がね、はい、僕全然ですから。そうだから、そう結構アディクションもいっぱいなんか僕は買ってますよ。ください。僕も早く来ないかな。オファー待ってます。オファー待ってます。オファー待ってます。でもファッションショーとかではいろいろスポンサーしてもらってるんですよ。そうですよね。一つはニューヨークのコスメデコルテさん構成のとか、あとはニューヨークだと雑誌するたびにこうマックプロダクトとかいただいてるんで、はい、はい、で今度そのマック化粧品届くらしいんで、もう一回縛りましょうか。マックで行きましょう。この前雑誌やった時もらえたんで、はい、それで一回縛ろうと思います。メイルキャッツアイ。夢見るキャツアイベビーバリーだぜ。若干歌詞違うかった今。何やったの？僕これ歌ってみちゃうじゃん。夢見るキャツアイベビーバリーだぜでしょ。ちょっと待って。色に光る。知ってる？それ、ベルジャパニーズ、like old anime、like that title、Cat's Eye。That's I'm singing。どっち見てよ。はい、ここでちょっとピンク、なんちゃう。ディーププラムっていう、プラム。レッドワインみたいな色使っていきたいと思います。ここに、目頭のとこを、囲むように赤を入れていきたいと思います。Okay, so makeup is almost done. Yay! And Izmi is here. I will introduce her. She's the little hair, and she's the jade. And then I almost done makeup. で、メイクアップはね、今ちょっとつけまつげとマスカラだけさせてもらったんです。マスカラも外にこう跳ねるようにしてね、つけまつげと一緒に塗ることによってこういう風なキャッツアイになります。で、ここから後半ヘアが出来上がるにつれて、チークとかリップとかでもうちょっと顔を締めていったりとか柔らかくしたりとかっていうのを調整してみていきたいので、チャンネルこのままでちょっと待っていただければと思います。はい、はい、じゃあヘアどうします？ですね、ちょっといろいろ考えてるんで、はい、探りながらだけを楽しみにして見ていきたいと思います。She's gonna give you amazing hair. Okay, let's do it. 今日帽子いけてるっすね。なんかなんですか。こだわり。やってみてください。時々嫌な時ないですか、形。皆さんやってみてください。じゃあそうそうヘア終わるみたいなんで、はい、ここからメイク締めていっていいですか、一緒に。じゃあここから残りのメイクのテクニック入れていくんで、いきますよ。バキバキやで。何塗りはるんですか。今からアテクションの赤いシェイクと、ちょっとね淡い紫ピンクみたいなのを混ぜて使いたいと思います。おーい。でシェイクもこの皮に分かるかな、ふわっと色を入れていきます。はい、Thank you very much for watching. How was the makeup and hair? You I love it. Yes, I love it. I made like cat's eye and using like addiction from Japanese brand. 今日はね、アディクションの、道具だけで縛ってアディクション縛りをやってみました。ね、メイクに関しては一般の人でも使っていただけるんじゃないでしょうか。でヘアはね、Izmiさんがキャッツってことでキャッツヘアやってくれたので、すごい、なんかメイクはいつもと違ってちょっとシンプルめにさせてもらったんですけど、可愛いキャッツメイクとヘアになったんじゃないでしょうか。ね、なんで、もしこのプロダクトとか可愛いなとか思ったら、概要欄に貼っといてくれるんですよね。貼っとくので、プロダクト、アディクション買いに行ってみてください。はい。じゃあ動画良かったなと思ったら、いいねとチャンネル登録。で、わからないことがあったらいつでもコメントお待ちしてますので、よろしくお願いします。Make sure you like and subscribe and leave a comment if you like this makeup. Thank you very much. Bye.